ガストン・アルファンソ・ブラウンは、アンティグア・バーブーダの政治家。アンティグア労働党を率い2014年の総選挙に勝利し、第四大首相に就任した。1967年に、アンティグア党のポッターズ村で生まれる。幼少の頃は、父方のヒーババと共に、ゲットーと通称されるグレー農場で暮らし、ヒーババの死後は兄弟を育てるために働き貧困、生活を送った。 プリンセス・マーガレット・スクールを卒業後、イギリスのマンチェスター大学に留学し、金融学を学び MBA の学位を取得した。帰国後は、オフショア金融センターや、信託会社を経営する国内の大手銀行に就職し、商業部門のマネージャーを長年にわたり務めた。1999年に、会員議員選挙に立候補し、福祉推進を掲げ当選した。当選後は、 金融、商業、公共サービス面を中心に活動した。2014年6月12日の行われた総選挙では、アンティグア労働党の党首として臨み、17議席中14議席を獲得し13日に首相に就任した。2018年3月21日に実施された総選挙でも15議席を獲得し勝利。第2代首相レスターバードの名、マリアバードと結婚。 ブラウンは前妻との間に息子を3人、マリアは前夫との間に息子を1人設けている。ありがとうございます。